デイトナビーチにいます。フロリダのマイアミビーチから450キロ運転して来ました。今450キロこう北に向かう感じで、ここからあのジョージア州にこう向かっていく感じなんだけど、まあ、途中で止まりました。プールとプールの奥がもう波の音が強くて、で俺なんか全然知らなかったんだけど、あのアーティストでサーファーのタイ・ウィリアムスがすごい近くに住んでるみたいで、今連絡あったんでこれからちょっと遊び行ってこうかと思います。艶っぽい感じだね、見た目よりも、はい、はい、あ、来たね。え、流されてないね。なんかすげえ香水みたいな匂い、なんだろうねこれ、うん、しかもなんかぐちゃぐちゃじゃない？ちょっとトイレも流されてないし、おかしいな。まあじゃあそんな感じで、おやすみ。